お願いします。市長、先ほどは酒井団長と東団長が入られましたけど、議長問題の、対応の指示等はあったんでしょうか。いろんな話です。この議長問題、長引いているという声がですね、各派の方からも出ているんですけれども、市長としてはどのように。であとはもう議長の意思だと思いますけどね。ちょっと問題が長引いてるかなという。いや、それは議会内でもいろんなことで、それは重要な問題ですから、いろいろ時間をかけながらでも協議をしてもらったらいいんじゃないでしょうかね。議会内のことですからね。だから今回は市役所が出した、行政が出したその提案についてはきちっと議会は審議をしてもらいましたから、極めて合理的な判断を議会はされたと思います。だから議会内のことだから、もう議会内で決着をするという、そういう姿勢で今日ああいう形で議会を空転させずに議会は望まれたと思いますので、議長問題はもうこれは議会内のことです。よろしいですか。はい。